はい、皆さんこんにちは、ナッチでございます。チャレンジダンジョンレベル7はエジプトですよね。いつもだったらなんか一回変わったことがありましたよね、なんかに。なんで、エジプトで行きたいとこなんですけど、木のエジプトというとオシリスぐらいしかいないよね。バステッドは使っちゃったんで、じゃあどうしましょうかね。バルキリーとかで行ってみたいんだけど、フレンドがいないんでね。なんでもうちょっとフレンドの確保がしやすそうなキャラクターでいきたいと思いますが、クシナダとかでも面白そうかな。クシナダ、ソニア、緑ソニアのこのサブ緑ソニア染めじゃない版で使ってみたいと思います。面白そうですね。ドラゴンとバランスで、シルビーは確定かな。シルビー入れてレツパにしたいんで、シルビーのサイガさん、サイガさんもまあアディッチありかな。明日から復活することだし使いましょう。アルテミス様確定ですね。でもう1枠をアバロンドレイクとかにしてもなんか面白そうだな。なんか昔のパーティー使ってるみたいでね、なんかなんかいい感じ。アバロン行きましょう。よし、行きます。なかなかないよね、こんなパーティー使う人。ソニアがすごい減ってるんでね、ぜひフレンドの方出してほしいですね。2人しかいないんでね、強いキャラだとは思うんですけど、やっぱりいつも使うってわけではないからね。そうかそうかそうか、こんなやつらおったな。じゃああれですね、黄金の番人とかおるとまずいですね、これ。非常に非常にまずい。とりあえず右の肩をね、ゆっくり殴っていきます。回復力やばいな。まあ 6.25 だからね、 12.25 入ってるんで、そう、普通のあのシルビーフレイヤーとかよりもね、回復力がバカみたいなことになってますね。さあ行きましょう。多分貫通は無謀なんで、緑ソニア染めで列組んだらワンチャンあったと思いますけど、このパーティーでの貫通は危ないし、なんかちょっと火力が盛られてる気が死んでもないぞ。列プラス1コンボで右が落ちそうなんで落とします。右じゃない、左を落として、右もあとね、こう削っていけるっしょと思ったら欠損してますね。困るんだよな。回復しときたいんだけど、パーティーの、シルビー以外が回復を消すんで、もう仕方ないですね。はい、ということでここは大丈夫かな。トラップマスクフロアは大丈夫ですね。全部今回は5階層なんですね。まあマルチで3階層だったらね、部屋に入った側はワンチャン1回で終わる可能性がね、パズル1回で終わる可能性があるんでね、そういう配慮をしてるのかもしれません。シルビー使っていいですかね。ちょ、回復したい。バインドが来るんでね、バインド回復あるから、バインド解除あるからいっか。ちょっと先制があると怖いんでね、あのイシスとかおっても怖いんだよね。あいつ確かね、微量ですが先制があるんで、あ、まさかのフレンドあるんだね。ああいうキャラがおっても悔しいんでね、バインド回復してから仕留めましょう。ハンティングゲール強いな。なんかスキル使いましょうか。結局まあイシスは耐えれるかなってぐらいの体力にはなりましたけど、あまりね、安心はできませんね。ツーウェイにしなくてもいいっしょ。さあ回復もした、ありがとうございます。ラーが来てもめんどくさいですね。オシリスが来ると嬉しいんですけど、メジェドラスフィンクスあたりも怖いです。あー、トトソチか、お前らか。進化してないだけね、まだいいですね。オーバードガイア行きます。めっちゃ久しぶりに使いましたね、この
スキル。アバロン自体ももうすんごい久しぶりに使っております。ここはワンパンですね。で、あと2回あんのか。ほら、折った。やっぱ折った。まあでも配置の場所が悪かったですね。スキル封印があったはずなんで、スキル封印が今回 60% しかないんで、ここはもう倒してしまいましょう。なんとも微妙な陣。もう一分割できたんだけどね、間に合うかな間に合わないかなって考えてるうちに終わりました。やばい、回復力やばい、回復力おかしい。47万。さあ、ボス戦でございます。お前、ボスで折ったら意味ないじゃん。てか、強敵出たんだけど、怖っ。ということで、まあ、オシリスさんがね、振りやすくする色で倒してしまいましょう。名城の王星カラーで、お疲れ様です。落ち込みは来ないのか。そこは来いよ。はい、ということで、チャレンジダンジョンレベル7は、緑ソニアさんでも全然余裕でございました。やっぱね、8から9のね、上がりようがおかしいんだと思う、最近。なんか、ずっとそうだよね。9って、下手すりゃ10より難しい時ありますよね。もう今回もそれに近かったんですけど、とりあえず、ドラゴン、ナンバードラゴンたちがね、害悪なんでね、正直10の究極した降臨組とか、あの辺よりも強いんでね、困りますね、本当に。はい、ということで、次回レベル8ですね。まあ一応撮影自体はそれで完結するんで、あとはアップしていくという感じです。次回8はね、悪魔と天使かな、よくいるフロアなんで、アスタロトでいこうかなと思っております。はい、ということで以上ナッチでございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。